おはようございます、先生。また会えて嬉しいわ、レノーラ。さあ、これを今日の授業で使うものよ。これはおばさんに。こんにちは。みんな、庭に加わった新しいバラを紹介するわ。一緒に成長しましょう。こうしてみんなが戻ってくれて最高の気分。今年も素敵な出来事がたくさん待っているわ。だけど薬草学では知識を培うことが一番大切なのよ。賢い薬草学者は独食種草もぴょんぴょん球根も決して恐れたりしない。それでは今日みんなに扱ってもらうのはマンドレイクの根っこと呼ばれる素敵な球根状の植物よ。握手を。さあ、繊維質のお友達を快適にしてあげましょうか。まず耳を守りましょう。それじゃあみんな、マンドレイクのツルを掴んでぐーっと引っ張ってみて。急いでね。マンドレイクを新しい鉢に移して上から土をかぶせるの。暖かく泥だらけの毛布のように根っこを包んでマンドレイクをおとなしくさせてくれるわ。レパーロ。ごめんなさいね。あなたのは少し成熟していたみたい。それでは始めて。みんなとても上手よ。